だから言ってんじゃん、お茶子が一番可愛いって。一番は人によって違うとか、みんな違ってみんないいとかね、そういうね、大人はね、何もわからないまま漫画の読みすぎって言うけれどもね、でも僕はもう絶対に絶対にお茶子が一番可愛いって。はい、あの僕のヒーローアカデミアの話です。ジャンプの看板漫画ですね。もう出てくるキャラ出てくるキャラみんな個性的でね、魅力的。わかる、いいよな、すげえよな、堀越康平先生もう天才やと思います。これはね、もう大変なことですよ。アスイツユちゃん可愛い、アシトミナちゃん元気可愛い、ジローちゃんサブカル可愛い、ヤオヨロおっぱい可愛い、ヴィランも先輩ヒーローも最近は B 組も出てくる女の子みんな可愛い。もうね、これはね、もう大変なことやと思いますよ。でもね、やっぱりお茶子だろう。やっぱりうららかお茶子が一番可愛い。もうまず名前も、名前うららかお茶子もう可愛い、ほらほらもう可愛い、名前がもう可愛い。うららかお茶子って、これほど声に出して読みたい日本語は今までありましたか皆さん。そしてたまに出る関西弁、このね、たまに出るが重要。これね、もう関数重ねるごとにね、関西弁漏れる頻度が多くなってね、まあクラスメイトとの絆が深まってきたんだなって感じるとこがすごいんです。お茶子可愛い。でもね、ほんとええ子なんですよ。家族を楽させるためにヒーローになろうとしてるとことかね、もうほんとね、お茶子可愛い。でコミックス1巻のね、183ページの上から3コマ目とかさ、もう主人公イズクくんがさ、あだ名がデクっていうところに対してさ、でもデクって頑張れって感じで、なんか好きだ私。もうね、ほんと可愛い。こんなん言えるみんな、こんなんねえ。もうでさ、コミックス4巻5巻あたりでさ、遊泳体育祭の時にさ、爆豪勝樹に負けちゃってさ、でもそっからお茶子ほんと頑張ったよ。あのインターンシップでガンヘッドの下でマーシャルアーツをね、一生懸命ね覚えたよ。でも最初はね、もう結果に繋がらなかったんだよね。合宿前の試験もさ、ギリギリ合格で、もうデクの背中を追いかけるだけの存在だったかもしれない。でもね、コミックス22巻23巻 B 組との対抗試合、僕は泣きました。犬島泣きました。まずね、もう力が暴走したデクにいち早く気づいて抱きしめるところとかさ、もうね、1巻で試験でね、遊泳の試験でデクに助けられて、そっからこの21巻分時を経てね、あ、お茶子はもう守られるヒロインじゃないんだと、ヒーローを支えるヒロインになったんだなってね、もうね、涙が出ましたよ。僕はあんな暴走したデクをノータイムで止めに行けるのはもうお茶子だけですよ。もうほんとお茶子は可愛い。今回の B 組の対抗試合はね、もうデクの新能力とかね、柳玲子のマニアックな可愛さとか、古代ユイのコスチュームのエロさとか、古代ユイのコスチュームのエロさとかね、そういうとこばっかり目が行きがちだけどね、行きがちだけど、行くけどね、俺も行ったけどね。でもね、犬島はね、俺は見てたよ。まあ、相手の作戦ミスとはいえ、モノマンはね、ガンヘッドマーシャルアーツでね、高速、そしてデクを浮遊でアシストして真相と1対1の体制を作る。その間乱戦上地でね、柳を主刀で下して、そして動揺した古代も拘束。 だからね、実質今回 A 組のデクチームの功労者お茶子なんですよ。4人のうち3人がね、お茶子のおかげだからね、お茶子が倒してるからね。デク君はね、幻覚と語ったりノートばっかり見てないでね、その辺しっかり見てあげてくれよ。まあ、でもね、見てる人はしっかり見てたね。相沢先生も褒め取ったし、23巻のカバー裏で堀越先生も今回お茶子を表紙に入れたかったって言ってたよ。いや、だったら入れてやれよ、表紙にお茶子。もっと23巻までさ、ヒロアカ出てて表紙に載ってるのって3回だけなんですよ。3回って、雷電気も3回出てるんですよ。それと一緒ってさ、それなねえ、構図的にどうしてもね、入らなかったってね言ってたけどさ、もうほら、もうこれ、ここをさ、こうしてこうすれば、ほらほら、もう収まるじゃないですか、お茶子。ほら、もうお茶子メインで。まあでも22巻212話の172ページのね、表紙、お茶子の表紙、もう最高に可愛かったから、まあ、今回我慢します。僕も大人ですから、僕も大人ですから。はい、以上、まあね、何が言うも、お茶子が可愛いっていうことがね、どうしても言いたかった。まあね、どうしてもね、お茶子が可愛いってことが言いたかったんで、今回動画撮りました。僕から以上です。この動画がいいと思ったら、動画のチャンネル登録の下の概要欄をクリックして、でヒロアカの22巻と23巻を皆さん買って普及してください。布教してください。はい。以上、ご視聴ありがとうございました。はい。いつもはね、こんな感じで、もっとまともなテンションでいろんな漫画の解説やってるんで、気になる方はぜひ見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。まあ、お茶子が可愛かったって話です。やっぱり可愛いよな。